ゲートは中国の伝説上の生物である。しばしば獅子と同一視される。古くは自画百獣にゲートして見え、猫に似て小兵を送るとしている。各白の中では獅子のこととしている。僕天使殿にはゲイは五百里を走るという。漢訳仏典でもゲは獅子の別名として使われる。現状訳、大菩薩像教に教頭魔種、ゲ眼。 昔こなお女子仕様。と言い、言語音義は、芸は、獅子のことで、サンスクリットでは、そうかというとする。仏陀はしばしば獅子に例えられるため、仏陀の座る場所を、獅子座と呼ぶことがある。ここから、高僧の座る場所も、獅子座あるいは、芸座と言い、芸座の下にいるものという意味で、高僧の損傷や、高僧に送る、手紙の脇付けは、芸家となった。同郷。 各神獣教の遺書特に唐の時代に作られた、怪獣武道教に多数見受けられる、随獣を怪獣、または、芸と呼ぶことがある。なお、怪獣とは、砂漠の向こうに住む、海外の獣という意味であるという。明世には、竜が生んだ9匹の子である、達夫休止の1匹とされた。こと、昭和外衆や、李東洋、懐六道宗などに登場する。 昭安外周によれば、獅子に似た姿で、煙や火を好み、ゆえに、航炉の足の衣装にされるという。なお、小説、水古伝の登場人物である、頭皮のあだ名は、加眼芸と言いい赤い目をした獅子という意味である。の読みは、しばしば作りの、春に惹かれて百章を読みした、春との表記が散見されるが、反説は、当院で、疎官切れ、衆院などでは、 素管切れとあり、3が正しい。字が、説問開示には、芸に作る。ありがとうございます。